トムロフトのレース場と飼育日誌、ハタと一緒に遊びましょう。おはようございます。8月28日日曜日の朝です。おはようございます。ハトさん、おはようございます。今日の棚の上の1位はハイゴマのオス、種鳩候補のやつで、よくここにいますね。社外の飛ばない鳩です。床の糞の状態です。入り口から奥の方へカメラを動かしてます。綺麗ないい糞してますね。コロコロ糞です。この糞の状態からしても鳥の状態は良さそうです。食欲がすごいのがちょっと困りもんです。今日は出社口を開けても半数は飛ばなかったり、4分の1ぐらいは出ていけなかったりしますので、出社口を開けたら厩舎の中にとどまって外に出ていけない鳩の追い出しをします。今日は厩舎の中でじっとしていることは許しません。厩舎の中を鳩を全部追い出して外に出てきました。鳩は集団がいくつかに分かれて飛んでますね。最初に自主的に飛び出した鳩、追い出されて飛び出した鳩という形で3つぐらいに分かれて厩舎の上空を旋回し始めてます。今日の天気は曇り、パラパラと雨が降ったりして、これから雨になるという予報も出てますので、天気は下り坂のようです。今日の気温は 25.3 度、湿度 82%、 気温も25度をちょっと超えてたり、湿度も 82% ですから、昨日みたくはないんですけども、蒸し暑いなと感じる時があります。ただ今日のいいのは風ですね。北風が1メートルから5メーターぐらい、時々ちょっと強いなと思うような風も吹いてきます。その風が吹いた時はやはり25度の気温だなということで心地よくなります。鳩は上空に上がって一段となって飛び始めました。6時半を過ぎたところです。鳩は15分ぐらいですかね、遠征に行ってまして、少し前に戻ってきて厩舎の周りの旋回を始めてます。ちょっと勢いがなくなってきたのと、低い位置に降りてきましたので、今日もこれから黒旗を振ろうと思います。今日は北風が吹いてますので、黒旗がすごくなびいてます。この旗の揺れ方では鳩はビビると思います。旗を出しましたら鳩の飛びが良くなりましたので、旗をもう下ろしてます。今日の飛翔時間はここまで25分、もう少し飛び続けてくれると思います。7時5分を過ぎたところです。鳩は7時ぐらいから降り始めまして、3分の1から半分近くですねの鳥が厩舎の屋根の上に降りてきました。残っている鳥も厩舎の周り旋回してますけども、だいぶ低空になってきましたから、そろそろ降りるんじゃないかなと思って眺めてます。入社口はまだ閉めたままです。鳩が厩舎の中に入れないようにしておきます。7時15分になりまして、鳩が降り始めました。今日の鳩の飛翔は飛ばなかった鳥が50分、この今よく飛んでる鳥は65分間の飛翔で降りてきました。旗振り効果が若干まだあったようで、鳩は今日も順調な飛翔をしてくれました。落ち着いた頃を見計らって呼び込みたいと思います。隣のうちの屋根の上に同じ連合会の近所の愛厩舎の鳩が止まってます。今日はこの愛厩舎の鳩と一緒に飛んでいたようです。今日は社外直後、遠征に行って15分ぐらい姿の見えない時ありました。その姿の見えない時、近所の愛厩舎のうちの上を飛んでいたんですね。愛厩舎から先ほど連絡ありまして、
配給車のうちのそばの高圧線にハトがぶつかって2羽ほどぶつかって、そのうちの1羽が絶命したという連絡を受けました。配給車本当にご迷惑をおかけしました。ありがとうございます。ということで、今日種鳩候補のハトだったんですけどね、1羽失ってしまいました。猛禽が出て失われたり、こういう事故でもハトはなくなりますんで、無事レースに参加できるハトというのは貴重なハトになりますし、さらにその中で優秀な成績を上げたり長距離を帰ってきたりするハトはさらに大事な鳥になります。レースに行くまでいろんな事故がこれからもあると思いますけども、なんとかそれを乗り切って秋レース活躍してほしいなと思います。本日もこのブログにお越しいただきありがとうございました。また次回もお越しいただきたくよろしくお願いします。失礼します。